はいはい、どうもどうも。本日はポケモンやっていきたいと思います。そう、最近ね、飛び盛りをあまりやらずにポケモンやってますけど、ただしっかり裏では飛び盛りもやっておりますので、まあそこに関しては特段心配する必要がないので、よろしくお願いいたします。で、早速本題に入っていきたいわけなんですけど、皆さんポケモンの厳選は進んでますか？いやー、厳選ってさ、めちゃくちゃ大変だよね。そう、めちゃくちゃ大変なんだよね。そう、何が大変かって、個体値の厳選が本当に大変で、ただ前作だと王冠があったんだよね。で、王冠とは何なのかというとですね、サンムーンで初めて実装された育成支援アイテムです。そう、今までのシリーズではなかったんだけど、サンムーンで初めて出てきたと。で、ポケモンは世代が進むごとに厳選がしやすくなっているんですけど、個体値を最大にできる王冠の登場にみんなびっくりしたんじゃないかなと思います。そう、サンムーンになってからガバガバになってからな、厳選が。まあ自分もサンムーンに関してはほとんどやってないから、まあ何とも言えないところなんだけど、ただこのアイテム本当にすごいんだよね。ただサンムーンシリーズ、まあその後ろのシリーズも含めてなんだけど、まあこのアイテムってめちゃくちゃ入手が難しいんだよね。何を言ってるのかというと、多分やってた人ならわかるんじゃないかなと思うんですけどね。で、まあ王冠の中でも銀の王冠と金の王冠があって、またその話については後ほどね話していきたいわけなんですけど、どうやら今作でもこの王冠が出てくるみたいなんですよ。これはまあ朗報なのかどうかっていうと怪しいところだけどね。例えば、まあ、厳選が楽しくてやってる人もいるわけなんで、まあ、そういった王冠が出ることによって、まあ、逆に言うと楽に個体値マックスの個体をゲットすることができるから、まあ何とも言えないところなんだよねっていう。そう、逆に言うと、まあ、個体値マックス、例えばまあ素早さが V のやつの価値が相対的に下がるっていうことだからね。はい。で、まあ王冠が今回出るっていう話をしたと思うんだけど、まあ、具体的な入手方法について今から話していきたいと思います。で、大きく分けると2つあるんだよね。で、まあどうしようかな、ちょっと図を乗っけるわ今から。そう、図を乗っけるんですけど、はい、まず1点目、バトルポイントと交換する。2点目、穴掘り兄弟に掘ってもらうやべえな、2番目の穴掘り兄弟に掘ってもらうって、なんかちょっとこれ表現的にやばいけど大丈夫かまあまあまあ、そういったね話はさておき、さあ続いて、先ほど申し上げたバトルポイントで交換できる部分について語っていきたいと思います。で、まず銀の王冠ですね。銀の王冠はバトルタワーのバトルポイント報酬の一つとして、そういったものが、まあ、存在しますと今作では。で、具体的に何ポイント必要やねんって。で、その数字としては25バトルポイントですね。まあこれがね、まあ微妙なラインなんだよね。まあ簡単ではないし、まあ難しいかというと難しくも別にないんだよね。ただまあ大量に入手できるかっていうとちょっと怪しいラインっていう、まあそういった感じかなこれは。ちなみに安心してください、銀の王冠は何度でも入手可能だから、まあバトルタワーを繰り返してたら、まあおのずと個体値マックスの個体をゲットできるっていう形ですね。うん、まあこれがいいのかどうかね、ちょっと怪しいところだけど。ただ今回のバトルタワーって報酬のアイテムがめちゃくちゃすげえんだよね。まあすでにやってる人ならわかると思うんだけど、本当にめちゃくちゃすごくて、だからまあ銀の王冠が優先順位的にどうなのかっていうと、まあまだこれに関しても怪しいところですね。まあ逆に言うと銀の王冠よりまあいいアイテムがね多数あるので、まあ今回の新作のポケモンやり込み要素が非常にあるのではないかなと思います。で、2点目ですね。で、まあさっき言っていた穴掘りの剣なんだけど、ワイルドエリアに穴掘り兄弟っているじゃん。そうワイルドエリアにまあそういうやつがいるんだよね。
まあポケモンやってない人からしてみたら何やねんそれって思うかもしれへんけど、まあそういった人がねいるんですよ。でここでね、本当に稀なんだけど銀の王冠を掘ってくれる時があるんだよね。まあこれを確認できてる人って現時点ではあまりいないんかな。どうなんだろう。そもそも穴掘り兄弟がやってくれるってのを知ってる人ってあんまいないのかなね。まあ知らない人結構多いみたいなんで、まあ知れた人はラッキーですね。で利用には 500W が必要ですね。まあこの 500W もねそこまで難易度高くないんだよね。だからまあもしかすると今作は個体値マックスのポケモンが溢れかえるかもしれませんね。うん、まあそれぐらい敷居が低くなってしまってるから、まあ銀の王冠のレア度って多分サンムーン時代より低くなってるんじゃないかなと思います。はい、まあそういった感じかな今回の、まあ、銀の王冠の入手方法としましては。あとね、今まで銀の王冠についての話をしてきたと思うんだけど、まあ最初の方に金の王冠これもあるって言ってたじゃん。で、まあ、金の王冠も、まあ、存在するんですよね。そう、存在はするんだけど、ただ現時点では確認できていないみたい。そう、誰もまだ入手していないみたいで、で入手経路についても、まあ、現時点では不明らしいです。そう、現時点なんで、まあ、もしかすると今後出てくるかもしれないけど、まあ、今のところはないみたいですね。まあ僕の予想としましては、まあ、銀の王冠は出回っているので、まあ、しばらく経ってから金の王冠も出てくるのかなと。で、まあ、今更なんだけど、まあ、王冠を知っている前提で話をしてましたが、まあ、もしかすると今作からやりだしてそもそもなんやそれみたいな、ね、そういう人もいると思うので、ちょっとね遅くなりましたが王冠について説明していきたいと思います。でまず王冠とはポケモンの個体値を最大にするアイテムですと。で具体的には銀の王冠は1つで、金の王冠は全ての個体値を最大にできます。待って、金の王冠やばくね。改めて見るともう全ての個体値マックスってどういうことっていうね、まあそういった話なんですけど、まあ王冠を使う前提であれば、まあ、厳選がまあ見ての通り、まあ、かなり楽になりますね。まあ楽っていうかね、もうそれ本当にポケモンなのかっていうね、ゲーム性を疑ってしまいますけど、まあそういった感じのチートアイテムですね。そう、合法チートアイテムです。はい、っていうことで王冠の話としては以上かな。まあおそらく金の王冠もアップデートとかを繰り返していくうちに、まあそのうちね、まああくまでこれも予想になるんだけど、まあバトルタワーのバトルポイントで、まあ、交換できるようになるんじゃないかなと思いますね。で、まあ予想だけど多分100バトルポイントぐらいじゃないかな。うん。まあ入手難易度的に、多分100バトルポイントぐらいが妥当じゃないかなと思いますけどね。まあ、100、150。いや、150はないな。まあ100だね。うん。まあ多分100だと思います。はいはい。まあそういったところでね、本日話していきたい内容はもう一通り話せたので、今日はこの辺りで動画を終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録していただければ、非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあ今まではね、飛び森、まあ動物森シリーズかな、を中心に、まあ実況をやっていたんだけど、まあおそらくポケモンもね、これからバリバリやっていくと思いますので、まあポケモンにね、少しでも興味ある方がおられましたら、ね、チャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ嬉しいので、ね、ぜひ生放送とかにも遊びに来てくださいと。はい、まあそういった感じですね。あとね、言い忘れてました。最近ね、再生リストもしっかり整備するようになったので、そちらの方もご覧いただければ嬉しいです。まあ、スプラはスプラ、で、飛び盛りは飛び盛り、で、ポケモンはポケモンで動画をまとめておりますので、そちらの方も見ていただければ、嬉しいかな。まあ、暇だったらいいので、ぜひね、この後も過去動画をぜひぜひ見てください。ではまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。